処母山に来ました。何しに来たというと、大好きなここのおちょぼさんのラーメンを食べに来ました。前も動画でちょっと紹介したんですけど、ラーメン屋さんより美味しいラーメン屋があります。ちょっと行きたいと思います。今日は日曜日か、今日は土曜日、土曜日か、うん、野菜もね、ちょっと安いんだよね、うん、大黒屋さんやな。うん、ただもうちょっと先です。そこやここ大黒屋さん、ここのラーメンが美味しい。では行きたいと思います。メニュー表はあるんですけども、大体皆さんこっち見ます。こっちのメニュー表を見ます。店内もこんな感じ。ここは本当串もんも美味しいし、この椎茸焼きも美味しい。近所にあったらもう週2、3は来るな。こっちが味噌の串カツ、こっちが筋。相変わらず美味しい、安定の味。今日も美味しい。では、筋いただきます。やらか、うん、まっ。もう一本こうかな、これ、うん、私も筋食べたことない。取ってしか食べてない。これ食事、うん、まっ。おいしい。来ました、ラーメン。これが美味しい。じゃあいただきます。これ卵麺？いや、違うよ。何麺や、卵麺の次に好きやん。スープがやけどしそうなぐらい熱いんで、ずっと熱いまま食べれます。なんか作ってる人が熱くないラーメンはラーメンじゃないとか言ってました、うん、あー食べました、うまかった。ここの串カツ食べに来てください。美味しいですよ。でここでも4名様食べれます。こちら大黒屋さんの目の前にあるお店、こちらなんかちょっと違うな。トマトとかピーマン丸ごと。天ぷらの丸源さん、キスの天ぷら、ママが見つけました。うん、一度も入ったことないんだけど。ちょっと行ってみます。はい、お店の中はこんな感じです。清潔感があって涼しいお店です。メニュー
メニューはこんな感じで、これ天ぷら串、天ぷら串、うん、値段もそんなに高くないです。中は、あ、麺、こっちが冷たい麺、こんな感じ。これご飯もの、アナゴ天丼とかも美味しそうやな。で、新メニュー、ちくわ天かき揚げ半熟卵天、半熟卵天丼。天ぷらの盛り合わせ、エビ、イカ、キス、かぼちゃ、大葉で1150円。あ、1000円、あ、これか、これや、天ぷら盛り合わせ。メキスとマイタケとアスパラ、じゃあいただきます。ガリガリってやらないひっくり返してガリガリ、結構出てる。じゃあキスいただきます。ふわふわ、まいたけは醤油をかけて食べるのが好きなので、醤油もらってきてね。醤油かけてきました。おいしい。おいしい。あ、おいしい。アスパラいただきます。出たしました。ごめんなさい。はい、すいません、どうぞ。ここの天ぷらは美味しいです。皆さん来てください。はい、どうぞ。ごちそうさまでした。値段も串カツと変わりません、うん、今どれぐらいオープンして？4月17日にオープンしたので。あ、ほんと？5、6、7、8、9、9。頑張ってください。はい、ありがとうございます。また来ます。美味しかった。だいたいおちょぼさんに来るのは仕事柄1日15日に来るんで、まあ、ほぼ平日です。で、日曜日土曜日はあまり来ないんで、なかなか知らない店とかも開いてます。こことかひふみさんっていうかな、ここも初めて見ました。ここはあのお寿司、炙り寿司が美味しいです。いつも買う漬物屋さん、こちらの漬物屋さんとこちらの塩の倉さんは同じお店です。塩の倉さん、ここの豊丸さん、外でもテーブルがあるんで食べれます。外から見るとこんな感じ。店内はこんな感じです。こんな感じでちょっとした
何ていうかな、池じゃないけど鯉もいます。お、これがナス、ナス、うん、ナス2つ、うん、とおろしと味噌、うん、こんなにうまいのここのナス。三軒目食べ歩き三軒目、まず私は味噌から。 あ、ここもうまいな。ここも串カツは衣が違うね。おちょぼさんの串カツは、串カツ屋さんは美味しい店、合わん店はいろいろあるんですけど、それはもう人それぞれの味覚なんで、うちはここが好きです。ナスのフライは大阪の串カツのフライを食べるように美味しいんです。なので大阪に行って串カツがで、ナスをなかなか食べれないときはここで食べると行った気分になります。ここしかないの？おちょぼさんの中で、うん、ここの中ではナスフライは多分ここしかやってない。去年はなかったと思ったんだけど、今年からかな。おいしい、娘も大好き。パパはナスが苦手です。とえまるさん、ごちそうさまでした。もうさすがに今日は食べれませんけど、ここの餃子も一度食べてみてください。ここも美味しいです。暑いから帰る。あとここのアイス、ここのアイスも美味しいです。これはでかいな。この大きいワクちゃん喜んでます。大型犬用、うん、ね、喜んで食べちゃう。うちのパンキチくんはもう、これめちゃくちゃ美味しい、ね、うん、買えば、うん、ピリ辛。